時計は正午前を指しています。大正12年1923年9月1日午前11時58分大地は避け家屋は破壊され帝都は大混乱の地となった首都圏をマグニチュード7.9の地震が襲った関東大震災ですこの映像は未曾有の大災害が発生した直後の首都 東京を撮影したものです。テレビ朝日が1980年代にフィルムを入手し復元しました。元となったフィルムが辿った歴史の詳細は、別の動画で詳しくお伝えします。この動画では、何が映し出されているのか、分かっていることを説明していきます。オリジナルフィルムの映像から、 同じ映像が繰り返し出てくる部分はカットして再編集しました。一部、順番を入れ替えている以外、フィルムに残っていたシーンをすべて公開します。この時、84カ所より日一時に発し、恐ろしい間の日はみるみる八方に広がり、東京全市は渦巻く火の海と化した。 映像には字幕が挿入され、場所や状況を説明しています。編集されていて、音声はありません。地震の後に発生した火災は東京の中心部に及び、木造の家屋を次々に飲み込んでいきます。 東京駅丸の内口から西の方向に煙が見えています。現在の日本橋本国町からも大きな煙が見えています。火災はほぼ丸2日、46時間にわたって続きました。倒壊した家屋が多かった下町浅草は、 地震の直後に火災が発生した場所でした。昼食の準備をする時間帯で多くの家に火の気があり。東京では七十七箇所から燃え広がったと言われています。およそ十万五千人の死者を出した関東大震災で。そのうちの九割が火災による犠牲者でした。 火災道具を運び出し広場に集まった人々の向こうに勢いを増していく炎が映っています。支電が走る大通りにも大勢の人が出ていますが煙の方角に向かっていく人も画面奥にそびえているのは両雲閣、通称浅草十二階です。大通りの人では増えてきました。 上野広工事です。右手に帝国博品館のドームが見えます。カメラを反対北側に向けると、上野の山に避難する人々が。帝国博品館は翌日焼け落ちます。両雲閣を近くから映します。日本一52メートルの高さを誇った塔は、8階から上が崩落しました。 足元の木造の建物は激しく燃えています。ホースの水で炎症を防ごうとしているのでしょうか。浅草のシンボルタワーのふもとは煙に霞んでいます。強い風が吹いているのがわかります。 避難する人たちの足取りが早くなっているように見えます。無人の支電は運行をやめたのでしょうか。本庄深川は甚大な被害があった地域です。隅田川右岸からの映像で、 川の東側に煙と火の手が上がっているのが見えます。家屋が炎に包まれます。犬も全息で逃げます。家屋を飲み込む炎はもう手がつけられません。 煙が渦を巻いているのでしょうか。カメラも巻き込まれそうに見えます。川から見る煙は、勢いを増しているようです。上の駅です。 立水の余地もないほど人であふれています壊れた家屋と駅舎の向こうに巨大な煙が立ち上りますもう線路の上にも人や第八車が入り込んでいます上野駅の北、日暮里駅周辺も 避難する人で溢れています。こちらは上の広工事です。第八車に人、人、人。自然は身動きが取れなくなっています。どちらを見ても人の波です。 火災はは勢いを増して上野に迫り、り煙は空高く昇ります。駅は二日目に焼け落ち鉄骨のみになりますが上野公園は大勢の命を救い一晩で70人の赤ちゃんが取り上げられたということです。 上野からの列車が出せず、避難者は線路上を日暮里駅目指して歩きます。鉄道省は避難者や物資を輸送する列車を無料にしたこともあり、駅や列車は大変な混雑になりました。このフィルムを撮影したのは、 京都西本願寺の撮影隊です。全国で上映されました。球場前広場、現在の皇居前広場です。広い敷地に被災者が過ごすためのテントがずらりと並んでいます。 バラックも建てられています。右手に富士見櫓が見えます。坂下門の周辺の場所も被災者に提供されたようです。桜田門の橋の上にもバラック。子供たちの姿や人力車が見えます。手前に水が見えますが。 東京駅の丸の内側のようです。やはりバラックが建てられています。西本願寺の東京別院、築地本願寺は救護部を組織し、東京都内6カ所を拠点として被災者支援を始めます。神田明治会館の焼け跡にテントを設けて活動したのは第3班です。 第四版は日比谷公園を拠点としていました。都心の緑地には大勢が集まり、掲示板にはたくさんの張り紙が貼ってあるのがわかります。日比谷交差点側でしょうか。屋台も出ています。 田舎シルク。ライスカレーと読めます。映像には本願寺旧御飯の具体的な活動が記録されていました。仮設の骨組みが立てられる向かい側にテントが設置されています。 麦油をあげます。麦茶のことです。葉書をあげます。度胸をしてあげます。お寺ならではのサービスのほかに通信のサポートもしていたようです。訪ねてきた男性に手渡しているのは薬でしょうか 本序比副省跡を僧侶らが訪れます。陸軍の軍服工場跡地の広い敷地に避難してきた市民らが、炎に包まれ、およそ4万人が命を落とした関東大震災でも最大の被害が出た場所です。炎が巨大な竜巻状になる火災旋風が発生したのです。 京都の本願寺から来た僧侶による土橋です現在この場所は東京都立横網町公園になっていて関東大震災と東京大空襲の犠牲者を追悼する慰霊堂が建てられています。 原型がわからないほどぐにゃりとねじ曲がってしまったのは、現在の千代田区にある神田橋です。橋をかけ直す工事が始まり、作業が進んでいます。仮設のものでしょうか。細い橋を一列になって人が渡ってきます。このフィルムの字幕では、工事には、 インフラの不設など技術的な任務に従事する公兵隊が動員されたと説明しています芝浦不当では水兵が活躍していました セーラー服の襟を立て、一人が一つ、肩に大きな荷物を担いで、人海戦術での荷上げです。膨大な量の荷物が陸上げされていることがわかります。遅延物資は全国から、そして海外からも届きました。 壊滅的な被害を受けた横浜を避けて。芝浦に寄港した船もあったということです。荷物が積まれると列をなしたトラックが次々と出発。芝浦埠頭から都心を目指しているようです。 立ち並ぶ銀座の洋館は軒並み崩れて見る影もありません。でも、瓦礫が散らばる道を走る自転車の動きは軽快です。男子学生が集まり、髪を折ったり束ねたりしているようです。これは京都の映像です。 京都の西本願寺本山では、義援金を集める活動が進められていました。袴を履いた女学生でしょうか、皆揃ってたすきをかけています。集まる人たちに声をかけ、関東大震災への支援を訴えます。 この募金活動は、被災した子どもを対象にしていました。児童愛護袋この活動の発案者の女性らは、この動画の最後の方に登場します。本願寺の基幹誌協会一覧には、児童愛護袋には210万枚の需要があったと記載されています。 袋の調達が間に合わず、留国大学附属平安中学校の生徒を動員して、紙に印刷したものでしのいだということです。先ほどの男子学生が追っていたのは、この児童愛護袋だったのでしょうか。9月22日から1週間の活動で、総額7000円近く、 現在の金額で数千万円相当を集めて送ったということです。随分若い少女も参加していたことが映像からわかります。こちらでは大人の女性らが慌ただしく動いています。布を縫っているようです。 寺の大広間でしょうか、女性ばかりが集まり、熱心に手を動かしています。こうして支援物資も大量に用意されました。広い場所を提供し、檀家や信者を動員できる寺だからこその機動力が発揮されています。 大阪の活動についての映像は船着き場から始まります。見送る人と乗船する人。関東に支援に向かうのでしょうか。十人の女性には割烹着姿の人もいます。支援の一団は五十人ほどいるでしょうか。 大阪でも仮設テントの支援拠点が設けられました。遺門品の準備を進めています。支援物資は山積みになっています。運び出された荷物がどんどん車に積み込まれます。 大阪でも児童愛護袋の活動が展開されていたことが映像でわかります。手渡された袋の封をしているようです。ぶら下げてあるカゴに入れていきます。募金のため長い行列ができています。一人一人順番に丁寧にカゴに入れていきます。 袋のデザインの詳細がわかる映像です。発起人4人の女性の名前が下に並んで記されています。神戸の映像も港から始まります。ゆっくりと海上から接岸してくる船。 乗客が降りてきます。関東に向けて移動する急護班を追った映像でしょうか。上りを持った出迎えらしき人たちの姿もあります。駅のホームです。機関車が入ってきました。カメラの方向に向かってくるワゴンの正面に 鉄道省神戸駅と読めます。神戸から被災地までは列車で向かったようです。寺の前に、造りや布地などの品物が並べられています。おにぎりです。女性らが集まって炊き出しでしょうか。 ここからは東京の映像です。京都から到着した休午飯の活動の様子が撮られています。医師や看護師らの記念撮影、三十人ほどのチームです。 バラックを訪問診療します。医師一人に看護師が二人ついています。子供らが興味深げに見つめます。聴診器はポケットに。診察道具はコンパクトです。移動には自動車が使われています。 担いでいる荷物の包みに帝国大学医院と書いてあるのが見えます。京都帝国大学医学部附属医院から派遣されたのでしょうか。自動車の正面には築地本願寺六一七のナンバー。車を手配したのは築地本願寺のようです。仮設テントの下で女性が鼻の治療を受けています。 テーブルの上には十本以上の薬の瓶が見えます。すべて京都から運んできたのでしょうか。ガーゼもふんだんに使われます。こちらは聴診器での診察です。待合のスペースも設けられたようです。日比谷公園で活動する第4班です。 テント内は和やかな空気が見て取れます。京都市救護班薬局と看板が出ています。紙と引き換えに薬が手渡されます。場所が変わって大きなテント、上野公園のようです。 公園の木々に紐を渡して洗濯物が干してあります誰かがバラックから出てきました三者三様の帽子をかぶり腰には水筒をぶら下げています次のバラックを訪れると手にしている封筒のようなものを中の人に手渡しました テント前の看板には、避難者に限り無料理髪」と書いてあります。現在の東京国立博物館前のテントです。ハッピー姿の利用士が顔そりに散髪、子供にバリカンをかける割法着の女性利用士、お客さんには子供もいます。授乳しながら髪の手入れをしてもらう人も、 休憩所では飲み物を提供していました。救護班の活動が多岐にわたっていたことがわかる映像です。仮設住宅でしょうか、木造の平屋の建設が進んでいます。大通りのようですが、見渡す限り水浸しです。行き交う人々も車も、 水をかき分けて進みます食事もタバコもこの状況火災による被害がよく知られる関東大震災ですが川沿いの地域や東京湾岸の埋め立て地、寒卓地で液状化が発生しました映像からは広い範囲が冠水したことがわかります この映像は隅田川の東側、現在の江東区墨田区あたりだと見られます。焼け落ちた町は地平まで瓦礫だらけです。住民が片付けを始めています。 映像は川に架か,かる橋の上から撮影されているようです。画面左手から全焼した当時の両国国技館が見えてきました。無傷の建物は見当たりません。大通りには歩行者や自転車の往来があります。 復興までは気が遠くなりそうな道のりです。築地本願寺です。到着されたのは定名皇后、大正天皇の皇后です。震災発生からおよそ3ヶ月後の11月30日のことでした。芝公園に設置された臨時病院にお見舞いに行かれた後、 午後一時に被災者支援をしていた。次日本願寺に到着されました。同行しているのは。大森昭一皇后宮大部です。この職についてすでに七年。それ以前は官僚や知事議員を歴任しました。 本願寺が経営する託児所や学校の子どもたちが、皇后陛下を迎えます。手に日章旗を持ち歓迎する子どもたち。その後ろに制服の女学生がずらりと陣取ります。かなりの人数です。上りに上野神城小学校。 築地本願寺託辞所、本願寺が関連する教育施設が数多くあったことがわかります。深川仏教少年団の上りも見えます。皇后陛下を囲むように集まった生徒たちの端に大人が並んでいます。 眼鏡をかけた着物の女性は大谷絹子氏です。教育者で仏教婦人会の総裁でもありました。皇后陛下のご質問に答えているのはこの大谷絹子氏です。西本願寺の大谷光明氏の妻である絹子氏ですが、 実は京都九条家の五女で定明皇后の妹です二人の姉は大谷洪水氏と結婚しています両家は深い隕石関係にありました 皇后陛下の本願寺への行刑が実現した背景には大谷絹子氏の働きかけがあったと記録が残っています皇后陛下のご視察が終わり本願寺を出発されます この後も病院などへの慰問に向かわれました皇后陛下を一目見ようと集まったのでしょうか小高くなった瓦礫の上にも人が集まっています震災が起きておよそ3か月奥には、 境内に建てられた真新しい建物が見えています女子学生らが退場する様子が長いカットでフィルムに収められています異問の品でしょうか手には荷物を持っています皆小走りです ところ変わって日比谷公園です。子供たちが列になって歩いてきます。奥の建物の看板には、日比谷幼稚園と書いてあります。ひょいと抱き上げられ、柵を越えて芝生の中へ。こちらの二人の女性、 大谷絹子氏と背が高いのは大正三美人と称された人気の歌人九条武子氏です二人は義理の姉妹にあたり全国で行われた児童愛護袋の活動の発起人4人のうちの二人です子どもたちは泳ぎを披露しているようです現在の日比谷公園第一花壇あたり 白の木の周りを元気に回っています九条武子氏はこの4年後に敗血症で亡くなります医師を継いだ大谷絹子氏らは救護活動を続けていくため病院を設立します子どもたちには服が手渡されます 復興の木、みなぎり渡る帝都。あたご山から東を撮影した映像です。画面奥に、あまり急の木立が見えます。カメラはゆっくりと北へ向いていきます。まださらちが目立ちますが、再建が始まっている東京の様子を映像は捉えています。画面奥に煙る高い建築群は、 銀座の街並みでしょうか。映像は震災前の反映する東京を映し出します。新金橋の向こうに震災で消失する前の築地本願寺が見えます。今はない三十間堀川がまっすぐ南西へ伸び、カメラをさらに西へ振ると、 銀座ですそして現在の中央通り銀座通りが見えてきました特徴的な大蔵本館向かいの松屋銀座は建設中でしょうか東京を象徴するモダンな風景です落日赤き照度の上に大頼もしきこの力。 1923年の夕日を見せた後、フィルムの画角が乱れますが、最後は東京を再建する医師の現れでしょうか、木槌を振るう男性を映し出して、映像は終わります。